はいみなさんこんにちはお疲れ様です。ヒロシの時事ニュースチャンネルです、えー。今日またね、ちょっとリスナーの方にね、ヒロシこんなニュースあるよって教えてもらったんですけど、これ、ヤフーニュースなんですよね。アマゾンと配送業者に契約トラブル、ね、ドライバー悲鳴、この配送センターは潰れます、いきなり無職にっていうことで、これね、 1>, 1週間前ぐらいに Twitter に上がってたんですよ、実を言うとなんか噂で。でも、なんか急になんかもっと、もトゥゲッターだったからまとめサイトが消されてて、ついに j キャストニュースさんがね記事にしたんで、ちょっとね読んでみることにしましょう。というか、契約解除されて、TMG? なんか卵かけご飯あなんかあ、違うか、TMG だから卵混ぜごはんか、ねあち。違いますね。すみません。失礼しました。これ、ね、TMG っていう配送業者があるんですけど、ここが Amazon、ま、から契約解除されて、 いきなり無職になっちゃった。ドライバーさんがてかまあ、それもそうなんだけど、じゃあ今 amazon で誰が配ってるの amazon にいます。なんかめちゃくちゃ気になるんですけど、とりあえずとりあえずですね。 このニュースの全部読んでですね、その後にね、ちょっと広島りの考えをね、ちょっと述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。ね、今、誰が配ってるのかね、黒猫山トさんかな。はい。えー、a z o n j ジャパンと提携する配送会社の間に契約をめぐるトラブルが発生していることが分かった。ね、なんでこんなことになったんでしょうかうん。えー、問題となってるのは TMG、えー、卵混ぜご飯じゃねい TMG、すいません、失礼しました。あの、TMG っていうのはその配送業者ですね、大阪府、えー、茨城市、茨城市ですかうん。えー、TMG、複数の関係者によれば、TMG TMG は Amazon から契約解除を通達されたという、ね、え現場のドライバーなどの間では混乱が起こっているそりゃ混乱が起こるわだって仕事なくなっちゃうんだからえドライバーはいきなり無職にやばいなんかいきなり無職ってなんかいきなりステーキみたいですね,ねロゴロゴロがいいですねいきなり無職、ねえー、TMG は Amazon のデリバリープロバイダー地域宅配事業者として、えー、宅配大手のヤマト運輸などを保管する形で配送を委託されていたここねちょっと実はここだけの話だけどめちゃくちゃ評判悪いんだよねヒロシンとかにも来るんだけど 実はこの前さ結構トラブル起こったんですよヒロシのとこであ後で言いますすいませんはい、えー、民間調査会社によれば TMG はアマゾン効果により急成長を遂げ、えー、2017年2月期の売上高は16億7000万円すごいな計上利益は3700万円だったものの、えー、同34億2000万円同3億3000万20年の2月期、えー、同84億5000万円、えー、同10億6000万2019年2月期同135億4000万円、えー、同14億2000万円、えー、20年2 0年 2月期ということで、まあこれは34億とかね、84億とかね、135億っていうのは売上で、こっちの3億3000万とか10億とかね、14億っていうのは、これは利益ですね。経常利益のことですね。すごい上がってるんですよ、利益。すごいね。と、好調に推移するって書いてあります。えー、契約ね、そんな時になんでこんなことなな、なんでこんなトラブルになっちゃったんですかね。うん、今一応右肩上がりなのに。 で、契約解除をめぐっては、2020年10月上旬頃、TMG の関係者を名乗る複数の人物が SNS 上で知らせており、えー、その原因についても様々な情報が流布、えー、その真偽が注目を集めていた。そう、これね、なんか、広もこれ実はニュースにしようと思ったんだけど、どこのメディアさんもニュースに、ニュース記事にしてなかったから、諦めたんですよ。でもで、プライベートチャンネルでやろうかなと思ったけど、ほら、審議が定かでないのに行っちゃうと、まあ、広島結構チャンネル登録者数さん多いんで、なんか変に噂流れちゃうと、 ししちゃうかなと思って、てたんですよ。やっとね記事になって良かったなと思いますで j キャストニュースの取材に応じた TMG の元社員によれば、えー、今年7月頃からそうした話が社内で噂さされるようになり、えー、10月15日で完全に契約が切れるというやばいじゃんあ,あと3日かうん で、別の元社員によれば、契約解除を理由に解雇された社員もいるという。へえ。ー。どうやって食っていくのかね。かわいそうだな、これな。TMG の仕上げ会社の従業員は、9月26日にいきなり配送センターに連絡があったらしく、9月30日をもってこのセンターは潰れますと言われましたと話す。結構軽いな。<laughs> 9月30日をもってこのセンターは潰れます。ね。ガーンって感じだな。で、別の従業員は TMG から、荷物が10月1日から切られますとしか聞いてないですえ。ドライバーはいきなり無職になったので、説明をきちんとして、 あげたいのにできない、えー、やるせない気持ちですと、えー、呆然とするとそりゃそうだよなだ,だからなんでこんなことになったのっていうことですよねで Amazon 契約の見直しは随時行っておりますはいはいはい でアマゾンジャパンの広報部は6日、えー、取材に対しさまざまな会社と契約しており契約の見直しは随時行っております、えー、個別の会社との契約状況については開示できませんと、えー、契約解除を否定も肯定もしなかったなるほど毎回毎回契約っていうのはしてるんで別に解除しようがしまいがこっちの勝手ですみたいな契約社員みたいなね、まあ、そんな感じですよねうん何があったんでしょうかね、えー、配送の遅延などユーザーへの影響については、えー、お約束した時間に商品を届けるのは最優先事項ですので、えー、その点について ては常に担保しております、えー、配送業者の切り替えがあればきちんと対応しておりますと答えたところ今契約切られてるのはいいんだけど代わりにどの業者が配ってるのバグな量でしょ正直な話、うん、やっぱりは大和さんだろうな、うん、いつもあのひ広瀬の家にもあの大和さんがいつもあの運んできてくれるんで 多分ヤマトさんんじゃなないかなと思ってるんですけどすみません詳しい方いたらコメントください。で TMG にも事実確認をすると代理人弁護士を通じて書面で回答があり Amazon 相手だって裁判手続きを提訴していると明かしたえ Amazon 相手だって裁判手続き何が起こってんのえ詳細については係争中であることを理由に説明は行われなかったえこれで記事終わりえめちゃくちゃこれ気になるんだけどへえー、そうなんだとにかく 何かが起こってとの契約を切られたただ TMG ってこの Amazon のおかげでこんだけ売り上げを伸ばしてきてるわけですよね。一体何が起こったんでしょうか。ただ、何とも言えないけど、ヒロシが Twitter とかで見たのは、なんかその、 アマゾンからのお金を、なんつうのかな、横領っていうのかな、な、なんだろうな。あの、なんかちょっとちょろまかしてたみたいな、ごまかしていたみたいな記事は読んだことあるんですよ。なんか TMG が悪いんじゃないか、みたいなことは書いてある、あ書いてあったんですけど、え正直な話、ちょっと憶測の意を出ないので、ここではなんとも言えません。はい、申し訳ございません。ということで、まあ、TMG ね、広ロシんちもよく来てんだけどね、めちゃくちゃ置き配されるんだよね。まあ、いいんだけどお気配。この前、実はさ、Twitter に、まあ、ヒロシツイッターやってるんですけど、なんかあの、i t t e r に台風の日に、 お気配されてもうびっち,ょびちょになっちゃうんだよ普通、雨降ってる日に置き配しますなんて濡れるじゃん。濡れんの分かるじゃん。で、そうして、めちゃくちゃびっちょびちょになっちゃって、やべえな、これ。と思って、ツイッターにも載せたんですよ。うん、あの、そうしたらですね <laughs>、それ、あの、こでも、このお茶って、ヒロシ、あの、アマゾン、干物リストっていうのがあって、あの、まあ、概要欄にリンクもあるんですけど、すいません、宣伝なんですけど、あの <laughs>、すいません、あの、こんなお茶入れたかなと思って。 なんかちょっと見たら、やっぱり Amazon 押し物リストになかったんですよ。なんでだろうなと思って、その住所を確認したら、隣の部屋だったんですよね。うわーと思って、お隣さんにピンポーンってすいません、なんかあの、こんなのうち,うちに置き配されたんですけど、ギャーっていう話になって、あとはこっちでやっておきますみたいな感じで、お隣さんに言われたんですけど、びっくりしました。多分ね、あのー、TMG だと思うんですよね。うん。あのー、ヤマトさんとかそういうのは絶対しないんで、はい。TMG じゃなかったら申し訳ないんですけど、はい。 あのどうなのかないやでも台風の日だからまだやってたよな、うん、多分やってたとは思うんですけどね、うん、いやしかし今誰が配ってるのかねそこら辺だけはちょっと気になりますよね、うん、なんか黒猫山とかもしだからどっかの業者が丸投げされたら死,死んじゃうんじゃないですかこんなに、うん、あん。あと郵便局か郵便局もやってるよね、うん、でなんだろうなアマゾンとかってじ自分 荷物配ったりとかしないんですかねなんかあの楽天とかなんかなんだろうな楽天とかってなんか自分でなんか荷物とか運んでませんでしたっけ違かったかなちょっと広ロのあのなんか広ロの思い違いだったらほんと申し訳ないんだけど確かなんかあの自社配送を確か楽天ってなんか作ろうとしていてまあそれがどうなったのかまだわかんないんですけどアマゾンとかもなんか自社配送とか今進めてるんですかねもしかしたらちょっとわかんないですけどただあの 契約はなんか、非常になんか謎な感じなんで、な,なんつうんだうな,なんで契約解除っていうか、契約随時更新、ねあの、要は随時更新されてるのに、契約は今回なされなかったのか、すごいなんか不思議ですので、ね、裁判手続きを、ね、提訴してると、TMG が裁判してると、ね、詳細は係争中であることを理由に説明を行われなかったということで、まあ、非常に謎なんで、またですね、 あの、続報があったらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日はこの辺にしておきます。ありがとうございましたで。もしね、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、また、あの、これ、続報っていく励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。で、あのー、コメントとかありましたら、結構詳しい方とか、内部の方とか、もしよかったらコメント書いてください。あの、あとつ、ヒロシ、Twitter もやってますんで、あのー、ちょっと、みんなの目にさらされるの嫌だなっていう方がいたら、DM とか送っていただけると、ちゃんとヒロシ見ますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。